ダニエル・ケリーはアメリカ合衆国の男子陸上競技選手である。彼は1908年に開催されたロンドンオリンピックの総幅跳びで銀メダルを獲得した。ダニエル・ケリーはコロラド州プエブロで生まれ、オレゴン州ベーカーシティで育った。彼の父は同地でタイヤ職人として働いていた。1904年に コロンビア大学に入学して、陸上競技に取り組み、短距離走での学校記録を次々と塗り替え、層高跳び、砲丸投げ、ハンマー投げの選手としても活動した。1905年の秋、法律を学ぶためオレゴン大学に転校した。そこでも陸上競技を続け、カレッジフットボールでは、ハーフバックとして活躍した。陸上選手としては、 1906年に100ヤード走と220ヤード走で当時の世界大記録を6月23日に出した実績があり当時最高の陸上選手と認められていた1908年にアイリッシュアメリカンアスレチッククラブに加入した同年に開催されたロンドンオリンピックでは総幅跳び競技のみに出場したこの競技には9つの国から32名の選手が出場して 7月22日に実施された。選手たちはそれぞれ3回の試技を行った。競技の結果、ケリーと同じくアメリカ代表のフランク・アイアンズが当時のオリンピック記録を更新する7メートル48センチで優勝した。ケリーは7メートル9センチで2位となり銀メダルを獲得した。他の主要な大会では1907年の AAU 首最強議会で総幅飛びの優勝者となっている。1909年の競技シーズン中に負傷して、現役生活から退くことになった。ベーカーシティに戻った、彼は父の仕事を手伝い、カナダでキコリとして働いた。ケリーは肺炎を起こして、カナダで隠しし、ベーカーシティに葬られた。1980年に設立されたオレゴン州スポーツ伝道は、 ケリーの業績に対して同年に電動入り第一号の栄誉を与えた。1992年にはオレゴン大学も彼を大学スポーツ電動入りさせている。オレゴンエンサイクロペディアの記述ではフルネームはダニエル・ジェームズ・ケリーとなっている。ABCDEFGHIJKL ダン・ケリー、オレゴンエンサイクロペディア2011年2月27日、閲覧、91. 1.44m。201.168m。201. abgo.ducks.com.The University of Oregon Official Athletics Web Site.Archived 2012年2月14日。At the Wayback Machine.2011 年2月27日。閲覧。Athletics at the 1908 London Summer Games.Men's Long Jump 2011年2月27日。閲覧。 このオリンピックの総幅跳び競技については上位に入った20人の未記録と順位が判明している。ありがとうございます。